はい、こんにちは。前チャンネル前原です。はい、熊本地震がですね、発生してしまいました。私はですね、故郷が熊本なので非常にですね、胸が痛い思いでおります。私のですね、両親は一応無事でして、本震が発生した直後からしばらくは停電していたんですけれども、今はですね、電力が復旧してるんですが、水が通ってないとか食料がちょっとなくなりつつあるということで、かなり厳しい状況にあります。私のですね、友人や、親戚もそういった状況です。もう何もできないですね、歯がゆさが私にはあるんですけれども、おそらくですね、ご覧になっている方もですね、ご友人だとか、親戚の方が熊本にいらっしゃって、そういう思いをしている方もいらっしゃると思います。今ですね、我々はもう何もできない状態で、募金をするしかないかなと思ってまして、まずですね、募金していないよという方がいらっしゃいましたら、ぜひ募金をお願いしたいなと思ってこの動画を撮っております。避難所で生活されている方たちはですね、本当に辛い思いをされていると思いますので、本当にですね、沈痛な思いでいるんですけれども、どうにかですね、微力ながらですね、力になれればというふうに考えております。それとですね、私にできることといったらですね、こういった動画を作って、できれば皆さんに募金をしていただきたいなというふうに訴えかけるぐらいしかないです。微力ながらですね、私も募金させていただきましたが、ぜひですね、皆さんにも募金していただきたいなと思います。本当にね、故郷がこういった形になると辛いですね。そうは言っててもですね、我々は我々でやるべきことをやらなければいけないと思いますので、明日からですね、通常運転で動画を投稿したいと思います。とりあえずね、金曜日と土曜日に公開予定をしていたものをですね、明日明後日でアップできればなと思っております。はい、ということで、できれば皆様もですね、ご協力をよろしくお願いいたします。